それはね、はっきりわかりますね。フォードの名が入ってるんで、フォード T 型をベースにした、フォード TT 型の、トラックだと思います。まあ、なかなかこれはいいなと思いますね。で、ここに、やはりマージの下が書いてあって、フォード T と書いてあるから、TT 型の、トラックだなと思いますね。で、タンクローリーの、車ではないかなと。言ったことが推測されますけども、なかなかこういう感じがこう時代のね背景を感じますね。1930年代のまあアメリカとかの国は、アメリカとかカナダとか、まああいった欧米の国はこういった車を仕事に使ってたんでしょうね。まあなかなかこういった感じというのがいいなっていう感じですね。でこうタンクローリーって書いてあるのかな。まあこういうふうに英語で、ちょっと何て書いてあるか分かんないけど、まあこういった書いてあるところなんかが非常にいいですね。で、誇らしげに T 型ってのはここにフォードって書いてあるのがね、T 型のこの誇らしげなところがあって、そういうところが非常に気に入っていいなというところの一部であるなというところでございます。どうもありがとうございます。